新浄瑠璃百鬼丸手塚治虫ドロロより、一、闇の中に声が聞こえてくる。黄泉の国から小さなたらいの船がこの世に向かって流れてくる。地獄の闇の川に浮く旅人が名は百鬼丸。諸行無常と流れゆく行きて戻らぬ定め川。夢の灯火頼りにてこの世の岸に月にけり。百鬼丸を乗せたたらい船は川岸に着く。という叫び声が上がり、村人たちが盗人を追って行き交う。盗みを働いた盗っ人ドロロが逃げてきて身を隠すが、ふと目の前のたらいに気づく。たらいの中に美しい刀を見つけて、こりゃ大したお宝だ。この川流れてきたのか。ふと見るともう一つ白い包み、開くとそこには百鬼丸。手足もなく目鼻や口もないのっぺらぼうの赤子である。てぇ、なんだこれ、のっぺらぼうか。縁がしょ、縁がしょ。とその時、不思議な気配があたりに漂い、百鬼丸の声と百鬼丸の影が現れる。どちらの姿もドロロには見えない。影は刀を抜いて切っ先をドロロに突きつける。なんだおい。騒ぐな、おとなしくすれば手荒な真似はいたさぬ。誰だおい、誰が話してんだ。ここだ。ここって赤子を見て、お前、そうだ、化け物だ。違う、人間だ。ゆえあってこのような姿に生まれついたが人の子だ。名は百鬼丸と申す。人の子ったってどこが口だよ。口はまだない。だから今は心の声で話してるんだ。心の声。刀を動かしているのも心の力だ。お前に頼みがあるのだ。なんだい。体の力を貸してほしい。私はこうして話し刀を動かすことはできるが、自由に動くことができないのだ。そこでしばらくの間、私の手足となってほしい。え？この体に手や足が生えてくるまでの間だ。生えてくるの？詳しいことは道中話す。いいから早く私を抱け。勘弁してくれよ。ドロロ逃げようとするが、百鬼丸の影が刀で脅して逃がさない。助けてください。待って、抱きます、抱きますから。と抱くが、本当に人間なのかよ。冷てえじゃねえかよ。そこに村人たちが迫ってくる。見つけたぞ。もう逃がさねえぞ盗人め。ちょうどいいや。おい、助けてくれ。何？化け物に取り憑かれたんだよ。化け物だ。いや、ほらこれ。なんだこれ、のっぺらぼうだ。行けちょ、行けちょ。待ってくれ、行かないでくれ。おい、助けてくれ。とドロロは追おうとするが、村人たちは逃げ出してゆく。声、お前は盗っ人か。そうだ、その名もドロロよ。おめえは何なんだい。私には常の人と比べて四十八箇所足りないところがある。母の腹から生まれる前に
四十八の魔物たちに体のあちこちを奪われたのだ。魔物？そうだ。この身が冷たいのも体から血を奪われているせいだ。血がなくて生きてられんのかよ。心だ。今の私は心だけで生きてるのだ。しかし四十八の魔物を倒せば奪われた体がよみがえる。だからその魔物を探しに行くのだ。なんでそんなことになったんだよ。父のせいだ。親がいんのか。いる。父の名は大吾影光。はあ、知っているか。それはお前どえれえ殿様じゃねえか。偉いのか。だってもうすぐ天下人にもなろうかってお方じゃねえか。そうか。私が生まれた時は父はまだ小さな国の領主だった。そんでお前様いつお生まれになったってんでござる。無理をするな。普通に話せ。へえ。生まれたのは17年前だ。17年前。ことの始まりは地獄堂だ。私の生まれた東谷という国にある王道だ。そこはかつて五行商人という偉いお坊様が世に災いを起こす四十八の魔物を捕らえ封じ込めた王道だったんだ。ところが魔物の一匹が逃げ出して商人の命を奪い、お堂を乗っ取ってしまった。17年前の秋、その地獄堂を我が父影光が訪れたのだ。そして物語が始まる。2.17 年前の地獄堂。盲目の僧梅館に案内されて大吾影光がやってくる。ここが地獄堂でござりまする。ご覧の通り四十八体の魔物の像が収められております。どこにそんなものがある。見えませぬか。お前には見えるのか。はい。お前は飯であろう。へへへへへ。薄気味悪い目倉坊主め。それで我が願いを叶えるためにわしは何をすればよいのだ。この魔物たちに生贄を捧げてご祈願なされませ。生贄とは。影光様のお子様を。わしの子。間もなくお生まれになるお子様がおられましょう。奥方朝日様のお腹の中に。腹の子をどうせと申すのじゃ。今ここでお捧げになるとお誓いになればよいのです。さすれば魔物たちが勝手に受け取りまする。よいだろう。おお、なんと潔きご決断。是非もない。子はまたいずれできようが天下は一つじゃ。わしの子を差し出そう。その時地獄堂に閃光が走り雷鳴がとどろく。影光の額に傷がつき血が流れる。額に傷が。おい、それこそはあなた様の願いが聞き届けられた証にござりまする。